背番号45番の斉藤龍生です。ご自身の得意なプレー、はい、ここを見てほしいというプレーを教えてください。はい、ポジションがサイドバックなんですけど、まあ、ドリブルからの、クロスであったりドリブル突破が得意です。4年ぶりの FC 大阪の復帰ということになるかと思うんですけども、はい、戻ってきてみてこのチームの雰囲気、どういった感じでしょうか。まあ、僕がおった時は、まあ、僕が一番下やったんですけど、今はもう結構下の子が多くて、まあ、下の子が結構こうワイワイ盛り上げてくれるんで、まあ、非常にいい環境でサッカーできているのかなと思います。今年から FC 大阪が、はい、東大阪市をホームタウンとして活動を始めました。はいはい、まあ、選手としてホームタウンができたことについてはどのように感じてますか。まあ、そうですね、まあ、拠点が決まって、まあ、より1個上のカテゴリーに近づいたので、まあ、選手としてもやっぱり上目指していきたいんで、そこはやっぱり、もっと自分らも努力して、試合に勝って、で、まあ、周りも巻き込んでいって、より J3 に近づけるようなチームにしていきたいと思います。今のチームが、まあ、連敗続いた中で、はい、今4試合負けなしと、ちょっとチーム上向きかなと思うんですけども、はい、チームの雰囲気、いかがですか。まあ、僕負けてる時ちょっといなかったんですけど、まあ、入った、まあ、7月から入って、でもそんななんかチームの雰囲気は悪くなくてみんな前向きやったんで、まあ、その結果が今現れてるのかなと思いますね。明日、この服部のホームで、はい、三重との試合があります。はい、明日に向けて意気込みをお願いします。まあ、自分としてはまあぼちぼちコンディション上がってきて、まあ、試合できるのが非常に楽しみで、まあ、チームとしても、まあ、やっぱりどんどん勝ち点上げていって、より上位で、今シーズン終われるようにしたいんで、まあ、絶対勝って、ファンの皆さんと一緒に喜びたいと思いますので、よろしくお願いいたします。